おはようございます。おはようございます。ちょっと15分ぐらいだけだけど、なんか前髪の静電気がすごいんだよね。わかんないかな。あ、ほら。わかんないか。あ、今すごいなんか今。わかんないかそんな。ちょっとね。なんかまだ声やばい。今日声大丈夫そうかな。この声で行かないといけない。鼻水もダラダラ。まあたくさん喋ってたらいけるか。おはようございます。てかさ、本人か、あ、本当だ、これ消していいのか。忘れてたぜ。なんかさ、私がさ、みんなにこのさ、ホワイトデーのさ、でキャンペーンで私欲しいパックがね手に入るから、みんなに今協力してもらったわけじゃんね。みんなに協力してもらって、なんだろう、やっとけ。なんかそう、売り切れてて、そのパックがね、なかなか売り切れてて、ね、全然買えないので、そのだから今回のあの何、このショールームのホワイトデーキャンペーンってやつで、それがもらえるよって、20万いったらそうもらえるよってやつだったからやったのね。そしたら昨日帰ってる時にちょっとお出かけしたのね。で、まあなんかいろいろ見てて、さすがに今日も売り切れててないやろみたいな感じで、チラッてそこの売り場を見に行ったら、あって、そうあったのね。びっくりしちゃうじゃん普通に。え、待って、あったって言って、そうあったわって言って2個買いました。そうでもね、そう
あった。でも別に3個もあっても全然ね、言うから。メイク前にもうやつ声が結構声がガラガラ。そう、2個もゲット。そう、なんか近くにココッペいたんだけど、ココッペと一緒にお買い物してて、そう、その時にココッペと一緒に行ってて、あ、待って、あったみたいな感じで見したんよ、ココッペにね。そしたら本当私1個だけ買おうと思ったんですよ。もし肌に合わなかったり、肌に合わなかったりさ、なんか肌に合わなかったりね、したらさ、嫌じゃん。これ意外と高いの、60枚、なんかこういうコットンパックなんだけど、コットンって言って、だからここで1枚2枚3枚4枚5枚っていう使うようなやつなんだけど、それさ、そう、でもすぐなくなるのね。これが60枚50枚入りで、こんな1,2,3って貼るから結構なくなっちゃうの、すぐから。そうで、なくなってめっちゃいいと思っても、次いつ入荷あるか分かんないから、そういつに次入荷されるか分かんないからさ、2個買っときました。でも本当に人気すぎてね、1人3個までって書いてた。3個まではでお願いしますって。そう、だから3個買いました。あ、2個買いました。うん、だからさ、もしかしたらショールームでもらえるかも。3個だね。そうだった、マジずっと行けてたんだよ。そう、制限が、そう、結構人気なのよこの。あとさ、なんか私がこの前さ、買ったけど、なんか新しいリップを買ったけど似合わなかったみたいな話をしたのね。そう、なんか買ったんだけど、なんか自分に結構、なんだろう、この私ね、メイクしてテスターいろいろ見て、こうやってなんかこうやってして、合うかな合わないかなってやったんだけど、でそれでめっちゃいいじゃんこのリップって思って、色もドタイプだし、なんか合いそうだなって思ったから、合いそうだなって思ったから、なんか買ったら、なんか意外とそんなことなくて、実際にこの前公園に塗ってみたら、いや待って、これマジ失敗したわみたいな感じだったの、めっちゃね、最悪って思うじゃん普通に。でもなんか、でもなんかそのテスターで見た時めっちゃすっかすかだったから、多分色が薄くなって可愛く見えたの。めっちゃすっかすかね、もうこうやって何も出ないぐらいすっかすかすで、すかすかカスカスで、なんかめっちゃ色が薄かったから、え、じゃあそうやってカスカスにすればいいんじゃんって思って、もうね、リップこれ出してティッシュでもう一回ブッて拭き取るの、このチップなんだけど、このパカッてして、スティックじゃなくてチップタイプだから、こうやってパカッてもらって、ティッシュでブンって拭き取ってなんか取って、あ、スカスカにしてから使おうみたいなね、なんて使ったら意外といい感じじゃねって思って、でもまだね、化粧してね、そのスカスカで使ったことないか分かんないんだけど、今日使ってみるんだけど、でもそれでも似合わなかった場合、私もう臭いリップしかなくて、そう、臭いリップしかなくて、普通にそう臭いリップしかないから、早く新しいの買いたくて。なんかねでもなんか自分に
なんか自分が好きな色を買うのも大前提だけど、結局自分に似合う方がさ、自分が可愛く入れるわけだからさ、うちの方がって思って。でもなんかこのブルベイエベっていうのがあって、そう、なんか臭いっていうのはその元々臭いわけじゃなくて、なんか私の使い方が変だったのか知らないけど、それで臭くなったのね。そう、ほとんどそんなね、全然そんな匂いしないんだけどって感じ。でもなんかそのブルベイエベっていうのがあってね、手首の色で分かるの、この手首の血管の色で分かるんだけど、ここが青とか紫、まあ、そういう色だとブルベらしくて、ここが緑とかっぽいとイエベなの。そう、ブルベイエベ、そう、ブルベイエベが赤いことによって、なんか自分のあの似合う、このピンクが似合いますが、ピンクにもいろいろ種類があって、温かいピンク、冷たいピンクとかあるんだけど、それが分かるの。でも今はめっちゃ紫なのね、私血管の色が見えないかな、けど手のひらはね、あの黄色い、ちょっとピンクなのかな、これ。でもブルベイエベ診断したよね。自分ずっとブルベだと思って生きてたけど、最近さ、イエベな気もする、知らんけど。でもさ、マジどうでもいい話でも、私のお母さんのいとこがそういう診断をしてる方なの、パーソナルカラー診断的な、だからしてもらおうかなって。わざ、ね、でもね、結構遠くにさ、どこだっけ、大阪、東京、なんかそこら辺のとあの いるから、そうね、それが分かると多分、なんかね、リップとかより分かっちゃうのね。なんかそう、アイシャドウとかいいんだけどね、あとチークとかもう分かる。ねえ、しゃべっ、でもブルベとかイベとかね、わかんないもんね。そうですね。でもね、まあ一つの指標に限る話だから。そう、結構あの今流行ってんの、そういう家でね診断できるの。なんかしん、あの答えて質問に。なんか家で質問答えて。そう、でもその診断でもなんか、あなたはどっちの色が得意ですかみたいな、ゴールドのアクセサリーと銀色のアクセサリーだったらどっちが得意ですかとか言われるんだけど、それが分かんないから診断してるんでしょってそう思っちゃう。なんかどっちが似合うと思いますかみたいな聞いて、いや、それが分かって、だってゴールドとシルバーどっちが似合いますかって言われたら、ゴールドがイエベでシルバーがブルベルなのね。でもそれが分かんないからね、診断してるのにねって思って。あ、15分になった、ちょっと終わります。13位ピッチさん、ありがとうございます。12位シンさん、ありがとうございます。
11位カズッピさんありがとうございます。10位ちゃんとくさんありがとうございます。9位マー君さんありがとうございます。8位ソウシさんありがとうございます。7位カメチョロさんありがとうございます。6位赤いグリフォンさんありがとうございます。5位ソラさんありがとうございます。4位マンタンメンさんありがとうございます。3位シミシミさんありがとうございます。2位ミルンクラゲさんありがとうございます。1位ただの魚さんありがとうございます。ございました。さよなら。